て、犬神当たれ、よし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 、えぐいえぐい。はいどうも、ひたまいです。今回はね、新メダル、ロックスターとヤーソッペ使っていこうかなと思うんですけど、このね、ロックスターが面白くて、ジャスト回避時にスキルに送るタイムを 4% 短縮するんですよね。これめちゃめちゃ強くて、なんでかっていうと、バウンティーラッシュって、結構ね、スキル2が強いんだよね。例えば、まあこれシャンクスの場合スキル2が強いというより、まあスキル2が無敵スキルだよね。で、他にも、まあやっぱりね、誰だっけ？そう、杯とかも流星火山がスキル2だったり、ロジャーも、チャージスキルがスキル2なんだよね。うん。で、あとカイドウとかも無敵スキルがスキル2だったり、やっぱりね、スキル2がね、結構バウンティーらしくて強くて、そう。だからね、結構このメダルってすごい貴重だから、全員マジで作った方がいい。ということで、今回ね、ヤソップもスキル2短縮。で、新しいシャンクスもスキル2短縮ということで、もうこのシャンクス常に無敵ということで、やっていこう、レッツラ。この前にね、シーズンプレイバック来てたね。見ていこうか。717位か。まあ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 、そこそこかな。これは、まあ、はいはいはい。で、勝利数142、勝率63。まあまあ、結構高いんじゃない？前回ね、より高いね。で、シャンクスはまあ相変わらずの 69%、 まあおでも相変わらずの 73、 今回式ひどいな。前回なんか 70% ぐらいあったからね。あ、見てこれウソップ、強くない？ 67.85 って。しかもウソップって確か後半ばっか使ってたから、結構ランクも高いところで割りかし戦ってたからね。これいいね。あ、夢ルビー、これ逆にね、確かシーズン序盤の方使ってたから、まあ勝率ね、まあちょっとまあ高いやな、そりゃ。で、ヤマト、あ、四季ヤマトでちょっと見せたかな。ヤソップ、70% あんじゃん。あ、結構いいね。いや、意外といい。あ、マルコも意外といい。レイディも意外といい。そっか、動画で使ってたもんね。それ以外も使ってか。トニートニーチョッパー、68%。はははは。いや、あ、ウタ 81%! ウタやっぱ強いね。しかもウタやっぱ後半使ってたからね。ヤソップと共に成り上がったかな。いやー、やっぱシーズンプレイバック面白いな。なあ、夜のアラバスタ一番気合いなんだけど、一番勝ってる。夜のアラバスタさ、俺めちゃめちゃ嫌いなんだよね。あ、スリラーバーグも俺結構嫌いで、なんで嫌いなステージなんか勝率高っ。よくわかんないね。夕方シャボン今回勝率悪いな。あ、面白いね。やっぱ夜のバラティエ6戦6勝、いや勝率 100%。 夜のバラティエでこれから潜っていこう。いやー、やっぱシーズンプレイバック楽しいな。待って、今 37% あったな。あ、ドレスローザね、もう潜んないわ。いや、でも夜のアラバスタ嫌いだけど、こんな勝率高いとこれから潜れってことかな。はい、ということで1戦目よろしくと。まあ1戦目ね、シャンクスで、2戦目赤犬でやろうかな。やっぱこの2人はさ、スキル2が圧倒的に強い。まあスキル1も強いんだけど、まあスキル2がね、強い代表だと思うんでね。さあ、ここはとりあえず、はいはい、こっち行くと見せかけて、はい、無敵でカバーして、さあ、これちょっと距離取って、ここジャスト回避一発二発で、はい、オッケー、回避使わせたら、ボーン！オッケー、オッケー。で、ここら辺はジャスト回避し、お、成功してる、はい、一発二発。はい、はい、無敵中ですよ、と。いいよ、さあ、ここのシャンクス狩ろうか。さあ、一発からのここ、はい。大丈夫よ、これで使わせて、あー、ナイス、ナイス、ナイスカバー、ナイスカバー。はい、オッケー。誰にやってんだ？誰にやってんだ？それは。それは誰にやってんだ？はい。オッケー、ジャスト回避。ちょっと早かったね。ちょっと今のは早かったわ。画面見てのマップしか見てなかったから。はい、オッケー。でもここで3発目殴ってる。いいよ、もうあ、解除したね。それで、犬神が怖いけど。え、やばい、それは絶対当たってないです、僕は言えます。それ絶対回避するじゃん、初手。こんな近づいたらさ、そりゃ初手回避するでしょ、みたいなことを。わかるよね。さあ、オッケーオッケー。一旦ちょっと裏まか。いや、でもシャンクスにはシャンクス止めてあげるか。さあ、ここはとりあえず、はい、ダウンしないから、あれ、あ、それ入ったか。オッケーオッケー、一発で、オッケー、大丈夫よ、これ無駄回避しないで一旦カバーするか、これは。はい、オッケー。あ、どこ行った、それはまずいね、それ止めないとまずいね。さあ、これは一発二発止めからの、はい、オッケー、完璧、いいね。やっぱシャンクスで吹っ飛ばしだからさ、そこを回避読むのが結構いいよね。さあ、これ当たんないっしょ。はい、一発二発、はい、オッケー、いいよ。もうここまで来たらチームブーストでだいぶワンパンできるのではないかと。はいはいはい、ジャスト回避は任せてくださいと。はい、うお、無敵使わないんだ、おで。いや、それは頭いい。今無敵使ってたらすぐやれてたからね。おー、シャクス強。オッケーオッケー、これは、いやー、バグってます、バグってます、バグってます、変なとこ行ってます。はい、これは流星をジャスト回避して無敵短縮。あ、うまい、うまい、それはうまいね、それは当たるね。いや、うまいけど、さあ、オッケー、ここまで来たらいける。ちょっとおでん止めるか。さあ、おでんを止めるために、はいはいはい、大丈夫よ、これはいける。はいはいはい、もうここまで上がりきったらえぐいですよと。ちょっと一旦距離取りの、
ナイス、いいね。いや、やっぱ強い。やっぱシャンクス、シャンクス対シャンクスは結構シャンクスが大事になってくるね。ちょっともうごめん、話しちゃうね。一旦話しちゃうね。これでも、いける。これ当たる。よしよし、そういうこと。そういうこと、影かかんなくても当てられるからね。はいはい。で、瞬間、あ、白ひげね。一応怖いから、これはジャスト回避。はいはい。で、無敵がたまんの早いですよと。で、白ひげのスキル1使ったら突っ込もうかな。スキル1使ってからじゃないと突っ込めないね。オッケー、これはおでんをしっかり止めていく。はいはいはい。やばっ、終盤をね、誰狙っていくかを大事。マジで終盤は誰を止めるかがすごい大事になってくるからね。はいはい、ロジャーね。あとはここもチャージ少ないから、はい、ナイス、一発ナイス。はい、いいね。こうジャスト回避。はいはい、これ取れない。シャガー、オッケー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 。まだ、結果オッケー、結果オッケー。次坂月こ、やばい。普通にさ、新メダルっていう動画だったのにさ、普通に杯使うのが久々すぎてさ、昔のメダル使っちゃってる。はい、ということでね、切り替えてやっていくんですけど、いや、普通に楽しんじゃってたわ。うわぁ、杯使うの久々だなーって。まあ、前シーズンのやつも見てもらえばわかるんですけど、もうほんと使ってなくて。いや、普通に、あれ、ルフィメダルだっけ、大岡七部会がいいっけとか、なんかめちゃめちゃ悩んでたらさ、普通に新メダルのことを忘れてた。いやー、ということでね、まあ、杯新メダル結構合ってると思うからね、やっていこうか。まあ、とりあえずスキル2を、まあ、スキル2を生かして、これこっち、あ、危ねえ、こっち来る可能性があったからなんか使えなかったけど、はいはい、オッケー、とりあえずここやっちゃって、これさ、もう初手で使っちゃってジャスト回避されないようにして、レイリーに、はい、一発、はい、されちゃった。はい、これはジャスト回避を、はい、失敗ね。はい、オッケー、一発。あれ、もう解けたか。いや、オッケー、オッケー。だけどこれはね、レイリーは大丈夫なんで任せてくださいと。はい、オッケー。うまっ。で、これはジャスト回避できて、で、オッケー。さあ、そこは読んで、当たってないんかい、それそれ当たんないんかい、下手くそ、シンプル下手。いいとこ取り、あ、いいとこ取りも失敗する恥ずかしさ。いやー、オッケーオッケー。まあ、とりあえずこれは距離取って、まあ、一応ちょっとシャンクス怖いんでね。はい、自陣でも速くなるからね。さあ、そこはジャスト回避。それジャスト回避なんでか。オッケー、これは使っちゃっていいタイミングじゃない、これ。はい、オッケー、ナイス。で、こうなったらよ、一発止めからの、はい、オッケー、回避読んで、はい、オッケー。もう分かってきたわ、もう分かってきたね。いや、でもこれちょっとしんどいな。はい、で、流星使って、はい、使ってくれ。はい、オッケー、ジャスト回避。はい、ここはこっちに向かって、あー、シャンクス当たってないか。まあ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 、ちょっと待って、これしんどいわ、ちょっと待って、これはしんどいぞ、これはしんどいぞ。オッケーオッケー、しんどいぞ。あー、オッケーオッケー、犬神だったらまだオッケーよ。さあ、とりあえず、まあ、とりあえずこれはいっか、このままキープで。はい、シャンクスだけ見といて、ここ、あー、こっちのシャンクス怖かったけど、はい、ブースト切るからそろそろ来たいよね。どう、はい、ナイス、いいよ。で、これはここ、オッケー、完璧。やっぱね、強いよな、杯。さあ、ここはナイスカバーしてシールド破壊して、いいよ、一旦ダウンさせるの。これダウンしてる時に一発止めすると、なんと回避をしない。え、待って、ラグラグ、え、この歌ラグ、怖い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 、ちょっと待って。オッケーオッケー、裏が行ってるけど一人いるから大丈夫で、ヤマトね。で、自陣で速くなると、オッケーオッケー、ナイス。さあ、ここ一発二発で回避遅延、回避遅延コンビじゃん、これ。回避遅延遅延コンビだから、これとりあえずカウンター使ってるんで、もう初手で、はい、これもう、オッケーオッケー、これで使わせて KO できないか。まあ、でももう一回入ってどんどん火力上げていこうか。さあ、とりあえずここは回避読んで、これ強いよな、もう無敵ある限りさ、回避読み簡単だもんね。はい、ナイス犬神、ナイス犬神で、さあ、ここは一応ジャスト回避失敗だけど、はいはいはい、シールドが強すぎるよ、早くダウンしろ、ダウンしろ。オッケー、ここジャスト回避、いや、できないか。いや、でもまだシールドが、頑張ってる頑張ってる、杯いいぞ、やっぱ強い。さあ、これは瞬間移動、そろそろ使って、いや、マジか、いや、きついきつい、タゲが違う、オッケー。いや、待て、犬神当たれ、よし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 、えぐいえぐい、杯やっぱりえぐい、君はえぐすぎる、ナイス。しかももう一回入って、で、さらにここは、はいはいはい、強すぎるって、杯。はい、オッケー、ナイス KO、 いいね、杯やっぱ強いわ。